いや、この戦力差って PK 戦まで行ってる時点でおかしいんだってっていう。もう PK 行ったら負けよ、これ、ある意味。勝ったとしても。むちゃくちゃ空いてたけどな、ロングボールとかしたけど。頑張ってこのサッカー褒めてみるか。粘ってるな。強豪ニュージーランド相手に。バイデン4バックっていうね、急にこう変えてきたところにね、どうしても後手に回りやすいところで、そうしっかりね、粘ってね、食い下がる日本。海外にも引きを取らないね、球際の強さを見せてるよね。サイドで1対1の、ね、ドリブル突破が武器の三笘までこうやってね、つぶれ役になってこういう魂見せてるなって思いますよね。しっかりとね、足元にボールを入れてカットされたとしても切り替えのところでね、しっかり一人がね、一人に対峙して、二人目、三人目のね、周りの動き出しとかではなく、一対一の正々堂々と戦うっていうこのスタイル、いいと思います。